茨城県立下館第一高等学校、附属中学校は、茨城県筑西市にある県立高等学校、中学校、通称、太中はじめ、方高。2020年度から附属中学校を1クラス、編成し、併設が太中校一貫校となった。定時制は2011年3月に閉鎖。1923年、下館商業学校として創立。 1946年、県立下立中学校に改祖。1948年に、県立下立高校。1949年、現在の校名に変更。戦後しばらくは普通科、商業科、工業科が設置されていたが、下立工業高等学校、絹商業高等学校の創設に伴い、実業系学科は廃止された。1959年、 第41回全国高等学校野球選手権大会出場2005年リベート甲子園関東甲信越大会優勝2005年俳句甲子園全国大会準優勝全国高校生短歌大会通称短歌甲子園団体の部優勝3回は大会史上最多準優勝1回同大会個人の部優勝1回2014年 同校 OB である在番クーバー日本国領事の橋渡しにより、カナダのシアコム高校と姉妹校提携を結んだ。2018年、台北市私立海南高級商工職業学校と姉妹校提携を大花大学、世界高校、大西高校と国際交流事業に関する有効的な連携を築く提携を結んだ。例年国公立大学の延べ合格者数が、 おおむね100人を超える。投稿ホームページには、文部領土の教育方針のもと、豊かな人間性を培い、深い知性とたくましい心身を養うとともに、自主自立の精神を寛容し、グローバルな視野を備え、国際社会や地域社会の発展に寄与する、グローカル人材を育成すると記載されている。1、つくばの西に、 緑やあり絹の流れに蓄われて花に大しく、咲くところそびえて高し我が母校に、英知の森は深けれど心を強せ、極めゆく、若き希望の灯下に思いは、楽しみは、強し三、高き理想を追う者の行くは、正義の王子のみ我らがここに学びたる今日は、永久の旗印四、使命にもゆる眉をあげて、我らは進むたゆみなく光栄ある文化日本を世界が、仰うその日まで一、 死運棚びくつ筑波の山の霊気を肝に受け流れは、月の絹川の水の世気を上に取り、ラジオのほとりかすみ、大千余の賢治踊り立つ、吐きま々のオス魂は、不当の息に燃えたてり立つは、賢治今なるぞ立つは、賢治今なるぞ正々堂々かてかてかて正々堂々、かてかてかて,かてに、風雲起こる戦場に、千軍万馬に向かうとも、鎧の袖の一触れになぎ倒三杯と安しされど、 和光の心性を殺せよ、正敵たりとも、侮るな大敵たるとも、恐るるな力の限りつくせかし打つは剣次今なるぞ打つは剣次今なるぞ,なるぞ正々堂々、勝て勝て勝て正々堂々、勝て勝て勝て一、王式つくばせに受けて、打倒の生きぞ適応の見境ある勝利目指しつつ今こそ、我ら戦わむ、盾や、館高、剣断時に、帰する栄冠揺るぎなく阻む障害なぎ伏せて、 必勝の旗掲げつつ今こそ、我ら戦わむ、勝てや、やかただか、けん団さん、重ねし、シンクガイりて強敵をふる喜びに、大戦勝機かざしつつあぐる名誉の時を誇れ、やかただか、竹おじ、ありがとうございます。